谷俊夫、谷俊夫、谷久夫、1882年、明治15年12月23日から1947年、昭和22年4月26日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。陸士15期、陸大24期、優等。師団参謀長、旅団長、師団長を歴任し、第六師団師団長として、 第二次上海事変、南京攻略戦に参加した。第二次世界大戦後、南京軍事法廷で、南京事件の責任者とされ死刑判決、重殺刑に処せられた。岡山県の農民出身、岡山中学校、東京府立四中、現東京都立と山高等学校卒業。1937年。 昭和12年10月29日施行を昭和天皇に再課された医薬上総直令軍事機密軍令陸攻第34号を根拠とした軍政上の法直命令である中、死な方面軍司令部の動員命令が陸軍大臣杉山元大将によって動員担任官へ伝染され、同司令部の動員がなされた。動員担任官は上海派遣軍司令官、当時、 松井岩根大将であった。11月2日、動員完結が、同軍司令官から、杉山陸軍大臣と、参謀総長、こと人新郎大将へ報告された。11月20日大本営設置。12月1日大本営参謀総長、こと人新郎大将から中止が方面軍の編成と、南京攻略の包直命令が、松井岩根司令官へ伝染された。 12月7日、国家元首、中華民国総統、蒋介石は南京から脱出した。9日、松井岩根軍司令官は南京城内の数カ所にへ降伏を勧告するビラを投下し、南京防衛司令官、東西地へ降伏を勧告したが、反応はなかった。10日、松井軍司令官は全軍へ南京城への総攻撃を命令し、13日これを占領した。 太平洋戦争後軍事法廷がアジア各地に改定された。GHQ は1945年9月9日、戦般容疑者逮捕命令の発令を開始し、日本の戦争犯罪、翌年2月、谷と塩本第六師団長は GHQ によって逮捕され、南京軍事法廷へ移送された。以下、丸印は谷と塩逮捕時、昭和21年2月の生存者で、 院は死去していたもの。中止な方面軍司令官、松井岩根大将、参謀長、塚田治武少将参謀副長、武藤明大佐。上海派遣軍司令官、浅香宮鳩彦王中将、参謀長、飯沼守少将参謀副長、上村俊道大佐。金沢第九師団長、吉住良介中将、参謀長、謀長中川博士大佐。 京都第十六師団長、中島家佐護中将、法兵家参謀長、中澤光雄大佐。以下略。第十軍司令官、柳川平介中将、騎兵家参謀長、田辺森武少将。熊本第六師団長、谷俊夫中将、参謀長下屋一角宝兵大佐。宇都宮第114師団長、末松茂次中将、参謀長。 磯田三郎砲兵大佐。久留米第十八首団長、牛島貞男中将、以下略。谷俊夫の弁名、下野一角砲兵大佐は、谷の訴追、逮捕基礎地も生存していたが、下野一角参謀長の承認出廷は、南京軍事法廷によって却下された。裁判長席ビューによる1947年3月10日判決では、次のように宣告された。 第一点について言えば、犯罪行為を共同で実行した者は、共同意思の範囲内で各自が犯罪行為の一部を分担し、互いに他人の行為を利用しもってその犯罪目的を達成しようとしたのでるから、発生したすべての結果に対して共同で責任を負わなければならない。被告は、南京を共同で攻撃した高級将校であった。南京陥落後、中島、牛島、 末消などの部隊と合流して各地区に分かれて侵入、大虐殺及び互換略奪、放火などの暴行を行い、囚われた中国の軍人、民間人で殺害された者30万余りの大きに達した。当時南京に滞在していた外国人は国際団体の名義で26年12月14日から21日まで、すなわち被告の部隊の南京駐留期間に 前後1 2回、日本軍当局と日本大使館に、それぞれ厳重な抗議を行った。覚書の中で、日本軍の放火、殺人、強姦、略奪といった暴行、合計113件を付録につけ、日本軍が注意して部下を取り締まり、暴行の拡大を防止するように要請した。しかるに、被告等各軍事指導者は、この悲惨な状況を映画フィルムや写真に撮り、 戦績の表彰に利用しようとした。共同攻撃した核軍事指導者が契約した意図に基づき、計画的で大規模な虐殺、放火、強姦、略奪を行ったことは明白である。被告の部隊は10日間だけ、南京市の一角で虐殺などの行為を分担しただけだとしても、海戦の指導者と事前に連絡を取り合うという範囲を持ち、相互に利用して、 その報復の目的を達したのである。上述の説明により、発生したすべての結果は、松井、中島、牛島、抹消、柳川の各軍事指導者が共同で責任を負うべきものである。犯罪行為調査票に中島の字が載せられているとか、被害者が日本軍の部隊番号を指摘できていないなどの言時を、口実として、どうして、 責任の瓦れをもくろむことができるであろうか。まして、南京市各地区の調査によれば、虐殺、強姦、略奪などの事件は大方被告部隊の南京中流期間内に発生しているのであり、被告自身が認めている、その担当地域である、中華門一帯で放火、殺人、強姦、略奪にあった住民について調査可能な事件はすでに459件に達している。 第2点について、調査によれば、被告所属の参謀長下屋一角、旅団長、坂井徳太郎及び、柳川部隊参謀長、田辺森武、高級参謀等本鉄熊などは等しく南京を合同で攻撃した高級商工を予算棒であり、計画的に実行された南京大脚殺事件では、本来共犯容疑者である。たとえ、 それら容疑者が法廷で被告のために期待する陳述を行ったとしても、市場から変わったものにほからず、被告に有利な判決の根拠とするには難しい。今なお被告、国がその容疑者らに法廷で証言する、要要請することに肯定するのは、それにかこつけて引き伸ばしを目論んだ子にほかならない。被告、国は、 作戦期間中共謀残虐な手段をもって、兵は放任し捕虜及び非戦闘員を虐殺し、強姦、略奪、財産破壊などの暴行を行ったことは、ハーグリック戦法規及び戦時捕虜待遇条約の各規定に違反し、戦争犯罪及び人道に反する罪を構成すべき、ものである。方法と結果の関係については一回のものとして、処断すべきである。 また連続して欲しいままに行った残虐行為は犯罪意志の外括に基づき連続犯の例によって処罰を決めるべき出る。被告と合同攻撃の核軍事指導者は引いた部隊が首都を陥れた後、兵が欲しいままに残虐行為を行うのを共に放任した。判決主文、谷敏夫は作戦期間中、兵と共同して欲しいままに捕虜及び非戦闘員を虐殺し、 強姦、略奪、財産の破壊を行ったことにより、死刑に処す。他には BC 級戦判として死刑判決を受け、1947年4月26日、銃殺により処刑された。処刑は、超解析相当の執行命令によるものであった。軍司令官が改定する軍事法廷での死刑判決の執行は、統治を管轄し、 統帥権を委託された連合軍軍司令官南京軍事法廷では中華民国の統帥権を持っていた小解析総統の執行命令によるもだった。谷以外の次の三人へ南京軍事法廷で1947年12月18日判決が下された。100人切り競争として日中戦争当時新聞報道されていた。 中島傑作後第十六師団第九連隊所属の野田、記録軍将尉と、向井明陸軍将尉、及び難民や捕虜など、非戦闘員三百人を残殺したとして、谷俊夫第六師団の不評第四十五連隊中隊長だった、田中軍基地陸軍隊員が、PC 級戦犯として、死刑判決を受け、銃殺された。なお、秀清郎、A 級や、 松井岩根、B 級戦犯らの公主刑は、1946年1月19日、極東国際軍事裁判所条例第17条によって、連合国際高司令官、ダグラス・マッカーサー、アメリカ陸軍元帥の執行命令によって行われた。公主刑執行日1948年12月23日、菅コーチ所内。谷の最上位の上官であった。 中止な方面軍司令官、松井岩根大将は、南京軍事法廷ではなく、極東国際軍事裁判で起訴された。松井は、A 級戦犯の容疑では、無罪とされたが、南京事件時の最高司令官だった責任を問われ、素因第55項、違反行為防止責任無視による、法規範、B 級に含まれるの罪で、死刑判決を受け、公死刑となった。B 級は、 通常の戦争犯罪、C 級は人道に対する罪で、東京裁判では、ナチスドイツのホロコーストが該当した、C 級戦判での訴追はなかったが、南京軍事法廷で、他には南京事件防止責任放棄、B 級、通常の戦争犯罪のみならず、関与者とされ、C 級、野田武氏、向井敏明、田中軍吉ら下級将校三人と同様、 bc 級戦犯で死刑とされた。谷の息子、早草夫は、陸士第49期、陸大第58期卒業、中止な北朝鮮中屯第34軍参謀で、中佐であったが、1944年11月に、戦死した。陸大学生の教科書として、機密に露戦士を表した。本著には、当時存命だった。 元満州軍総司令部作戦課長、松川俊下大将などへ、直接と二教官が聴取した第一次資料が含まれている。一方で、第三軍の旅順行為戦に対して、当時第四軍参謀長だった、上原祐作元帥などから内容に対して史実に反するという意見。例、満州軍司令部は203工事主公説に、当初より賛同して以下のように書いているが史実は、 大三も小玉、松川らは終始第三軍と同じく要塞正面攻略を支持しているもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。